運んできました。ストークでーす。何の用だって、この星に行くんだよ。それ以外何の用があるんだい。では、さっきが科学星だったので、次はテレビ星ですね。宇宙中に番組を流してる星だ。行きましょう。はい、また 3DS 傾けるやつですね。これがね、ほんとね、意外と難しい。皆さん、ここはね、酔わないようにね。何やる？いや、ほんとね、飛行機運転する人の、運転って言うんだ。操縦する人のね、大変さがわかるわ。あれは自衛隊みたいなね、ぐるんぐるん回るのがね。やば、方向感覚というか、ほんとね、なんかぐるんぐるんしよるけさ。あららカードが、減速オッケー、減速してカードゲッター、ナイス減速。はい、ショップデスペラード。まあ、いっか、デスペラードいいか。エリア1、白帯スタジオ。宇宙中に流す番組を作っているぞ。なんで白帯なの？おぉ、テレビだらけだぞ。ほら、ずっとこの星でガンダムやアクション仮面を見てるぞ。しんのすけくん、テレビをよく見てみなさい。この星の番組の内容は全て空手になっているぞ。私的には喜ばしいことだが。本当だ。空手少女アチョピ、空手ステーション、空手いいとも。なんかめっちゃパクられてますね、いろいろね。なんか変な名前の番組ばっかりだぞ。おお、手袋が反応したぞ。パワーハンド装着。パワーハンド装着。パワーハンド装着。何これ。これぞ王にチャンネル権だ。パワースポットはそう遠くないぞ。チャンネル権ね、なるほど。チャンネル権。手袋が勝手に飛んでいって干潮してくれる、とても便利だ。勝手に飛んでいって干潮してくれる、あ、それ便利や。リモコンみたいだぞ。さあ、しんのすけくん、パワースポットが近くにあることも分かったことだし、この放送を流している放送局を探し出さなくてはな。うん、レジャー、ラジャー。はい、ライフ5だけど、まあいけるでしょ。飛んでけ。なにこれ、使い道がよくわからんな。あ、しんちゃん流れてる。お尻が、あ、お尻ですね。はい。え、てか短いこのステージの時間。なんだ、あれ、なに、あれ、どうやっていくよ。あ、わかった、これはね、これじゃ。手袋の力を選べるぞ。これや、アニマル剣よ。ほらね、完璧。ミント、待って、手袋の力を選ぶ。チャンネル剣って何使うの、これ押すんかい。あ、押したらカードが手に入った。あ、なるほど、これいける。あ、いけるわ。これなんだ、テレビ券か。なんだこれ。なんだこれ。あ、そういうこと。はい、ほっ。なるほど、あのテレビのね、あれ映すやつね。あー、面白くできてますね。これできるか。お、できた。なるほど、なんだこれ、敵やん。お、金コイン。
これなんだ。これ水じゃない？水なんかあったっけ？水。手袋の力を選べるぞ。あ、水ないな。いった。あ、意外と全方位攻撃って大変だわ。はい。オッケー。え、なに？は？プロデューサーか？カンペね、カンペであれ出すやつね。あとライフは2機。え、でも何もないぞ。これもしかしたら下ろすやつ？うわ、たらいの音が。あっちだった。チョコビ回復回復回復欲しい、マジ欲しい。カードゲット。あ、オールは落とすやつ。うわマジで。あぶね。よっしゃ、そうそうそう、遠距離攻撃、遠距離。700ある。あーっと、危ねえ。あ、危ねえ。下ろすぞ。意外と攻撃パターン分かればな。落とすの？いや、落とせんな。あ、これ開けるやつだったっけ？まだ。あ、たらいい。意外とめんどくさい、プロデューサー。しんちゃんめっちゃ来てますね。クリアか。オッケー、クリア、ゴール。